バウアーが案の定無双し始めた件について、パリーグ屈指のオリックス打線が手も足も出ない模様。もしかしてバウアーってたまに炎上するけど、毎回7回2失点ぐらいにまとめてくるタイプなのでは。無双ってほどでも無双のハードル低いな。バウアーがサイヤングの姿に戻ったってことは、横浜の優勝は待ったなしやね。右の今永やからな。低めのコントロール覚えてからは普通にいい選手。動画の配信の方を中4日で頼みたい。パなら通用するんか。あんだけ打たれるタイプなのに毎試合10三振近く取ってるのがすごい。1回対戦するかどうかの交流戦でガチガチに対策練るとこないやろし、交流戦終わってから進化問われるやろ。無理やりポジってるけど、ハメちゃん自身も何か期待したのとちゃうなって思ってへん。でも球速159キロに多彩な変化球だから、そこらの外国人ではないとは思う。今んところ評価としては面白外人やけど、けどあの投球見てバウアーより明らかに上の投手って NPB におらんくね。交流戦一試合だけならそれこそわらわらおるやろ。メジャーから来季の話あったらまた変わりそう。全試合ホームラン打たれてて草。ノルマかな。これからのバウアーは無双しそうですか？ぜひコメント欄で聞かせてください。